かしい。あれは？犬かな。その通り。見れば。そういう意味じゃなくて、すごく普通の犬に見えるのはどうしてかなと思って。そうだね、どうしてこんなところに普通の犬がいるんだろう。ほらほら、怖がらないで。私たちはあなたのことを傷つけたりはしないよ。琥珀街から出てきて迷子になっちゃったのかな。ここは危ないから安全なところに行って。うん、心配なんていらないよ。本当に変だね、あの犬。以前から知ってるような感じがするんだけど。外見もどこかで見たような。ドニグルの親戚じゃないよね。ドニグルに。もしそれが場の雰囲気を盛り上げようとする冗談だったら、まさか。あれは。これはあのリトストの。この地面に刺さってる感じはまさに。生はすなわち生、死はすなわち死。生死の間には明確な区分があり、本来超えてはならないもの。しかし回収の存在によって、有と無、そして生と死の境が曖昧になってしまった。そしてそれはありし日の真実と。もう終わりだ。そうだな、もう十分だ。俺が欲してるものは得られた。どうして。私たちの間にある力の差は分かっているはずだ。どうあがいても私という存在は揺るがないということも。それなのにそうしたということは死ぬためか。なんだ、俺が死にたいと思っちゃいけないか。こういう俺を見るのが嫌なら、どこか適当な場所でも探して自分を終わらせるんだな。かかってこいよ。お前のルールに従って。いいだろう、あなたの望み通りにしよう。あなたは私の養分となり、私の一部となる。もうしばらくすれば、お前の目の前にある全てが跡形もなく消え去る。あるいは知っての通り、そうすればお前の死に。見たか、リトスト、俺は勝ったぞ。お前の名は滅びと誕生が入り混じる暗い影の中へと消し去られる。安らかに眠れ、リトスト。これがお前にかけた呪いだ。残念だドニグル、恐怖を捨てたとしても、私の造物であるお前の本能までは、私たちの勝負はまだ結果が出ていない。世界の主よ、これからは私の番だ。
武器だけが残ってる。リトストは一体。リトスト、彼は。予想通り、お前は確かに全てを滅ぼす存在と言える。もう一人の私にとってそれはもう何の意味もないが、たとえ生き返って他人には成し得ないことができたとしても、私はお前の敵じゃない。それどころかドニグルを守ることすらできない。しかしできること、あるいはすべきことに屈したくはないからこそ、術は今まで存在することができた。死んだ術もそれを貫くべきだ。たとえ人生をかけた願いがそのせいで消えてなくなるとしても、私たちはこの始まりの地で終わりを迎える。ああ、来たか。ドニグルの次にリトスト、そしてあなたたち。まったくつまらない。少爵は来ないのか。黙っているつもり。まったく薄情だ。私が善良なる神だという可能性を考えたことは。さっき琥珀街に逃げてきた犬が力を奪われたドニグルだとしたら、あなたが善良なる神なわけないでしょ。恐怖によって訓練された人工知能であることを考えれば、あなたが普通の人と同じ本性を持っている方がおかしい。これもある種の自己実現の予言か。あなたたちが私から得たいと思っているものを、私はあなたたちが考えている方法で返そう。もしあなたたちが心の底から私という存在を受け入れてくれるなら、戦わずに済むかもしれないが、それにあなたたちの力で私と戦った場合、どれくらい持つと思う？もしかしたら丸一日は持つかもよ。七術が一人もいないということは、あなたたちはただ時間稼ぎのために来たのだろう。しかし、生も死もない無双の僧にとって、もちろん私も喜んで、あなたたちの最後をこの目で見届けよう。暗い影によって紡がれた百年の長夜、あなたたちは平穏に過ごした。恐怖を断つことができないのは
闇夜が無限だと人々が知っているからだ。影に抗い自身に抗うことになる。そこまで世の豊かに本当に我に従う。虚実が送信し影に止める。一緒に戦おう相棒。お待たせセナ。これは数を揃え回収を知っているのにどうして驚く必要がある。老朽において影は万物を含み常について回る。逃げられないよ。私こそ想像し、万物を壊せる。キャッチを抗うこと、自身に抗うことになる。しないで。天使、この古の言い伝えを聞いたことがある。世の中の人々は一晩中眠らずにいられるが、一晩中瞬きを我慢することはできない。この世を覆う魔物はそういう不可避の一瞬の中で暮らしているのだと。愛は消滅ではない。だけどどうしてそうも急ぎたがる。あなたを急がせないためかもしれないね。確かに私たちじゃ相手にならないけど、七釘の栄華だってあと一つじゃない。ありがとうみんな。行こう。本気なんだ。見た途端に壊そうとする。何もない時はあらゆる力を日々自分を喜ばせていたくせに、喜びの果てにまたあらゆる力を借りて自分を無に帰そうと。人間の目
存在本当に理解できない。遅い。久しぶり少女くん。明かり姉、100年も取り繕っていた代償として。気をつけて明かり姉さん。少女、あなたには無理なんです。ああ、師匠があなたに彼の偽物を見立て、わざわざ死に向かわせたのか。どうや彼は等価交換というものをよく分かっているようだが、たとえ彼自らがここに来たところで何ができる。健康を照らす。気をつけ。いや、おとり行かない。遺言は決まった？もう遅い。影の音が自在に変化。気をつけ。世の声は我に行くがいい。逃がさない。遺言は決まった？もう遅い。身の程知り。逃がさない。久しぶり少女くん。明かりねえさん、ただで手伝うよ。影に頼る者、やがて影に支配される。世の所詮は所詮幕の影です。急ごう。気をつけ。私の番、祈る。逃がさない。せっかく本気を出せ。私がしたのあなたたちは確かにふさわしい人間を選んだ。でも残念ながら。ちょ、歪みしすぎ。
歪みしすぎた。時間だ。久しぶり、少女くん。あかり姉さん、ただで手伝うよ。気をつけて行くがいい。残念ながら、あなたたちはよく知らない存在に世界を明け渡してしまった。さあ、この祝典を終わらせよう。どうして？大丈夫だよ、あかり姉さん。ここはうちに任せて。うちら師匠と話し合って決めただろ。うちらもともとこうならないと使えなかった切り札があるだろ。逃げて、少女くん。一緒に、今すぐ。そんなことはできないよ。師匠のことを信じないと。それに逃げるって今さらどこに？あかり姉さん、師匠は言ってたよ。今回はうちらが自分で決めてって。あの時、あんたたちは。道理で白球自身がここに来なかったわけだ。彼はアストラルリングも。ダメ。やめて。あんたのあかり姉さんにもう一度やらせて。
少女く少女く大丈夫だよ、大丈夫大丈夫だよね。